強盗致傷の疑いで逮捕されたのは札幌白石区の高校生や会社員など17歳の少年4人です4人はおととい夜 JR 平和駅の駐輪場で男子大学生に金を出せなどと脅し顔を殴り現金などを奪おうとした疑いが持たれています大学生は4人と面識はなく顔の骨を折る重傷です 逮捕された3人は昨日事件のニュースを見た親に連れられ出頭していて残る1人は防犯カメラの映像などから浮上していました4人は調べに間違いない後悔しているなどと容疑を認めています